に死体発見前の行動が変って、どこが変なの？チャンスがあれば女子更衣室に入る。変態やないか。彼女の言葉、もう少し詳しく聞いてみた方がいいかも。え、どういうことどういうこと？要はジェノサイドはショーじゃなくて普通に深川ちゃんが殺したってことやない？え、違う？え、どういうことなん？え、どういうこと？死体の状況。そんな言葉を誰が信じると思う？え、全くわからんねえけど誰じゃん。やっぱり長くなるんやね。ゴリゴリだってなんかそれっぽい。今回の殺人と過去のお前の事件、完全に手口が一致している。それ以上の根拠はあるまい。え、でもここじゃないとしたらさ、犯人はお前だ。もう追い詰めよる。こいつが犯人ってことやん、トガミと。え、だってあそこやったらさ、極秘資料の存在も知っとったわけやけん、手口知っとったってことやろ。え、どういうこと？そうだ、藤崎さんの死体を思い出してみよう。そうすればはっきりするはずだ。あの人の発言が間違いだってことに、手口は一致してないってこと。待って、私は殺してないや。間違えたボタン間違えた。え、待って、え、その手口がさ、致命傷は鈍器によると、あ、そうよ。え、なんかナイフみたいなのが使われとんじゃなかったっけ、そのジェノサイダーショーのやつ。両手をロープのようなもので結ばれ、その状態で貼り付けに吊るされていた。致命傷は頭部の殴打だったっけ。殴り殺すんじゃなくて刺し殺すんじゃなかった？え、待って、え、ジェノサイダーショー事件ファイルか。過去犠牲となった人物たち、同じ手口で殺され、同じ方法で貼り付け、シミドロフィーバーに血文字る、必ず現場に貼り付けと、シミドロフィーバーしか書いてない。あれ、刺し殺され、そこの情報は別になかったんか。じゃあ要は貼り付けとシミドロフィーバーっていうだけで、殴られてはないってことかな。え、わからん。待って、次のさ、今回の殺人と過去の、完全に手口が一致している。ここじゃない？それ以上の根拠はあるまい。違う、諦めろ、犯人はお前だ。待って、もう一回、そんな言葉を、アリバイでも、今回の殺人と過去の、完全に手口が一致して。おお、今抜けたんや、よかった。今抜けてないと思ったよ。ブレイク。完全に手口が一致。本当にそうなのかな。藤崎さんの殺人と過去のジェノサイダーショーの事件、完全に一致してるとは思えないけど。あ、どこが違うんだ？おやおや、わかんないの？ドンキで王だってとこ。どこが？じゃあ教えてんよ。なすりつけようとしたってことね。そう、ハサミ。情熱を持ってやってんの、ね。だから私の殺しには一流ならではのこだわりってもんがあんのよ。人気ラーメン店がスープや麺や具材にこだわるのと一緒。血みどろ具合が違う気がするな。だけどこの藤崎千尋の殺人は、これじゃ人気ラーメン店監修のインスタント麺程度の仕上がるよ。こんなの私の仕事じゃないわ。僕からもう一度ちゃんと説明するけど、やっぱり戸上くんやって犯人。藤崎さんの殺人と、なんで藤崎さんを狙ったんかは知らんけど、ジェノサイダー小事件には明らかに異なる点が2つ存在するんだ。明らかに異なる点、その1つ目は、ジェノサイダー小事件の写真によると被害者たちは腫れや首を、これって明らかに違うよな。致命傷、これだ。致命傷が違うんだ。過去のジェノサイダー小事件の被害者たちは全て同じ方法で殺されてたみたいだった。同じ方法、事件ファイルを見る限りみんなハサミで殺されてたんだ。なんかすごい特殊な形の。藤崎さんは頭部を殴打されて殺されてたよね。確かに過去
この事件とは違いますな。変だよね。いつも同じ手口のゼノサイダーショーが、まあ、今回に限って手口を変える。閉じ込められとるわけやけん、いつものハサミは手元になかったっていうだけかもしれんけど。でもそれだけじゃないんだ。異なる点はもう一つあるんだよ。何もう一つって。そう、私の殺人芸術において血文字がチャーシューだとすると、貼り付けとはいわば煮卵なの。貼り付けるための道具ってこと。紐。でもそれもやっぱり場所が場所やけん調達できずに代わりのものでやったってことやね。ラーメンに例えんのそろそろやめね。つまり二つ目の相違点とはその貼り付けに関するものなのだな。そうだ、二つ目の異なる点は貼り付けに関することなんだ。ジェノサイダー小事件の写真によると被害者たちは手を刺されて、これって明らかに違うよな。貼り付けに使われた道具、これだ。藤崎さんの貼り付け。あ、そっか、そもそもロープじゃなくてハサミで貼り付けとんか。やけんハサミがなかったやね。違う、彼女は手をロープ状のもので結ばれて貼り付けにされてたよね。それがどうしたのです。だけど過去のジェノサイダー小事件で貼り付けに使われてたのはハサミ。それも鋭利なハサミだったんだよ。ひひ、こっちの方が痛々しい感じするよね。めっちゃ、あのね、私は殺しにも貼り付けにも自作のマイハサミを使用しているの。自作ハサミ作るよ、マジで。治療なんだから道具にこだわって当然でしょ。ここにはその物がなかったってことでは。でも物がなかったら、こだわっとる以上は物がなかったら殺しはせんってことかな。それに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 、マー君は二つの相違点って言ったけどそれは違う。マー君、マー君って僕のことか。あのね、マー君、相違点はもう一つあるのよ。おや、気づかない？過去の私の事件で被害者になった連中、男ってことやろ。そこは私の中ではクリアしとんや。そこに隠された法則にさ。あ、じゃあそこにも気づいてないってことか、ジェノサイダーショー。その法則から考えればすぐにわかるじゃない。私があのロリックを殺さない理由くらいはさ。つまりジェノサイダー小事件の被害者たちには法則性があり、藤崎さんはそこには当てはまらないってことか。確か被害者の名前を見る限りみんな、そうか、分かったかもしれない。藤崎さんが殺されなかった理由って女性だから。違うんやけどな。しし、藤崎さんは女性だったから。ビンゴ入りました。うん、気づいてないみたいやね。どういうことだね。過去のジェノサイダー小事件の被害者たちにはある法則性があったんだ。真犯人は模倣して、藤崎ちゃんが本当は男っていうことに気づいとったけんしたんか、こっちの法則にそもそも気づいてなかったけん藤崎ちゃんを選んだんか、そこ微妙な感じやね。原田健32歳、本田哲弘17歳、庄司学23歳、菅野一世14歳、吉田武30歳、小松菜太郎、郷野武文、恩田洋二、岸田恵里夫、土治、内田直久、高島正宗、夢島ゆきと、よしとか、キリがない。めっちゃ殺しとるな。男だらけ。そう、私が信念と情熱を持ってやるのは燃える男子だけなのよ。ああ、燃える、自分好みのってこと。なんだ、なんかむさ苦しいおっさんとかそういうのが嫌いで殺しよんかと思った。好きな方を殺しよんやね。要は芸術作品ってこと。なんだそれ。仕方ないじゃない、だって私は不女子だもん。ネクラ人格が毛嫌いしてるバッキバキの不女子だもん。あ、マジで、母ちゃんって不女子嫌いやったんや。思いっきり不女子側なんかと思いよった。すごい偏見やけど、めっちゃ不女子側やと思いよった。燃えないから女子である藤崎くんは殺さない。じゃあさ、男って分かったらもう一番燃えるパターンやない。ラーメン職人がパスタ作ってどうすんの。ね、同じ麺料理だからって舐めじゃないって感じよ。殺されるパターンやんね、それ。信念と情熱があるからこそ譲れない一線、それこそ唯一無二で完全無欠のリアリティなの。お前の趣味や趣向は分かった、だがそれは
あくまで趣味や趣向の話だ。生き残るために殺人を犯さなければならない場合は話が別のはずだ。だったら負け犬が負け犬なるほど、ジェノサイダーショーの方の人格はこいつめっちゃ嫌いなわけやね私はね、生き残るためとかそんなタイプ全然違うんですね。で殺しなんかしねんの。だけども万が一生き残るために殺さなきゃいけない場合があったら、誰が貼り付けや血文字なんかやるかっつーの。バレバレだし面倒いだけじゃねえか。すんげえ正論。それも最もですわね。それにどんな場合の殺しだろうと、使い慣れたハサミは絶対に外されんですけど、わざわざクソ重いダンベルなんか誰が使うかって。学園内に適当なハサミがないから近場にあったダンベルを代用したのでは。適当なハサミ、私が使うのは適当なハサミじゃなくて、ガイアさえひざまつく超おそれな自作のハサミを地球と書いてガイアと読む。なおさらこの学園にはねえべ。それはどうかしらん。あ、じゃ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 、じゃあ全然いつでも殺しはできるんやね装備済み、いつでもどこでもやれるようにね。身近にあって慣れ親しんでるハサミを使わずにロープやダンベルなんか使うわけねえだろ。なんか違うねえだろ、この負け犬ども。そもそもさ、私って肩結びできないのよね。だからロープなんて使えないし私の中ではもう戸上くん一択になってきとんやけど、違うのか。わけがわからなくなってしまったぞ。本当にこの殺人鬼は犯人ではないのか。だけどよ、あの死体は貼り付けにされてたんだぞ。そう、この部分ないね。それって一般人は知らねえはずなんだ。この部分さえなければ別に戸上くんと限定はできんのやけど、これがあることによって戸上くんでしかない気がするよね。だから模倣犯じゃなくて本人の仕業って話になったんだしね。いや待てよ、一人だけいるかもしれない。ジェノサイダーショーの事件を模倣できた人物が。でも戸上くんここで消える？絶対あのタイプって最後の方まで残ってるタイプやと思ったんやけどね。え、最後の方までなんか主人公に嫌味言いながらライバル的な立ち位置でおるやつやと思うんやけど、消えるんやめちゃくちゃ意外なんですけど、まだまだ全然人いっぱいおるのにな。ここってことよね。これが僕の答えだ。マジか。君なら可能だったんじゃないかな。君は非公開の政府関連資料や警察内部資料にも簡単に目を通すことができるような人物なんだし。この事実があった上に模倣しきれんかったのが痛かったね。それにジェノサイダー小事件の捜査報告書は前からよく見てたんだよね。つまり戸上白夜どもが犯人だと。でもあれよね、あんな華奢な子狙うとかめちゃくちゃどうよって感じやね。最悪やん。では戸上くんがジェノサイダー小犯人説を主張していたのは、ジェノサイダー小に自分の罪をかぶせるためだったのですね。セレスさんのこの表情めちゃくちゃ怖いと思うよ。じゃあ現場を偽装して私の犯行に見せかけたのってイケメンメガネだったのね。燃える。イケメンとは思っとんやそうなんだ。戸上くん耐えたまえ。そう、俺が怪しいと言うんだな。うん、今の感じだと君しかいないんだが。では聞くな、いつから俺が怪しいと思い始めた。さっき。それについてはどう。ジェノサイダーショーではないってなった時。今振り返って考えてみると、死体を発見する直前の戸上くんの行動、あれがちょっと気になったんだ。死体を発見する直前の行動、何しよった。それとあっちの更衣室、怪しいな、とても怪しい。お前もそう思わないか。怪しいって、更衣室はまだ誰も見てないようだな。ではまずは先に女子更衣室から見てみるか。まああれか、自分の性別が男やのに先に女子更衣室から見てみるかっていう発言がおかしいか。普通自分がさ、普通に入っていける方の更衣室に行くよね。戸上くんは最初から女子更衣室に行こうとしたのね。でもさ、男子だったら、もし自分やったら、じゃあ男子更衣室行くかってならんもんね
まったく男子更衣室から見るはずだ。うん、被害者は女の藤崎だった。だから女子更衣室を先に調べると言ったまで。え、被害者が藤崎ちゃんってあの時点で分かっとったっけ。え、分かってないよね。何もおかしくありませんな。やっぱりおかしいよ。え、悲鳴が聞こえたんやっけ。違うよね、何も聞こえてないよね。では何がおかしいのか。発見者の声は聞こえたんか。苗木よ、教えてもらおうか。今の戸上くんの発言には明らかな矛盾があったはずだ。それを僕が指摘するんだ。ノンストップ議論に新要素が追加されます。説明をお聞きになりますか。ああ、どんどん新要素が追加される。何、聞かせて。今回追加されますのは言霊の記憶でございます。発言セリフのウィークポイントに標準を合わせ Y ボタンを長押しすると、どれなんやろ、 Y ボタン左かな。ウィークポイントを記憶いたします。記憶した言葉は一発だけ言霊として打つことができます。記憶した言霊は打ったり変更すると言霊シリンダーからお亡くなりになります。お亡くなりに。ですが言霊の記憶は何度でも行うことが可能となっております。手持ちの言霊の中に嘘や矛盾に対する答えがなさそうな時は記憶した言霊を使って論破なさってください。自分で言葉の収集までせんといかんのや。どういう時に記憶を使えばいいか、それはあなた様が推理なさってください。とりあえず今回は記憶をお使いいただかなければ論破できないとだけ申しておきます。マジか。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。まあそうよね、最初の1回は必ずよね。モノクモファイルに。もう、お母ちゃんの表情。トガミの死体発見前の行動が変って、どこが変なの。チャンスがあれば女子更衣室に入る。変態やないか。男子としては当然の行動です。キリッとするな。被害者の藤崎は女だ。だから女子更衣室を先に調べると一般だ。寄り道している場合ではなかったからな。それのどこがおかしいんだ。なんで最初から被害者が藤崎ちゃんって分かったの。分かっとったっけ。彼女の発言を聞いて分かったぞ。今の戸上くんの発言には明らかな矛盾がある。彼女朝比奈ちゃんしか女の子発言してないよね。だって変だもんな、見つける前から分かってたなんて。よね、藤崎ちゃんが被害者ってこと分かってなかったよね。よし、彼女の発言を戸上くんにぶつけるんだ。戸上の死体発見前の行動が変って、これどこが変なの。チャンスがあれば女子更衣室に入る。男子としては当然の行動です。死体発見前の行動。被害者の藤崎は女だ。それは違う。グレイ、戸上くんの発言はやっぱり変だよ。だって死体を発見するまでは被害者が誰かなんて分からなかったはずだよ。つまり被害者が藤崎さんだから先に女子更衣室を見たって主張は成立しないんだよ。うん、だって誰かの声が聞こえてきたとして、お、今回は藤崎が死んだとはならんよね。なるほど、いい答えだ。うん、面白い、面白いぞ苗木誠。だがそれだけの根拠ではまだ弱いな。どうした、根拠はそれだけか。他にもあるはずだぞ、それを示してみろ。めっちゃ煽ってくるやん。最終的には学ぶるになるんかな、戸上くんでも。処刑される直前ぐらいには。なんだこの戸上くんの態度、まるで余裕。追い詰められているはずなのにまるで他人事みたいに。どうした、それで終わりじゃないだろう。他にも根拠があるんだよな。なんなんやろ、絶対に処刑されん自信があるんかな。多分あると思うけ ど根拠ならあるわよ。さっきも話していた今回の事件と過去のジェノサイダー小事件と。みんなが性別を勘違いしてるところに自信があるんかな。根拠はそこに隠されているはずよ。俺が犯人だという根拠がか。今回の事件と過去のジェノサイダー事件との相違点、そこに戸上くんが犯人だって根拠が隠されている。それって何のことだ。多分性別の部分やと思うんやけど、でも戸上くんがなんで藤崎ちゃんが男って知っとったかっていう、そこは解けてないんやけど。
議論開始。図書室の電気スタンド。あ、性別の部分じゃないのか、貼り付けの部分。もう一回私から説明しようか。お願いします。誰の発言。自作の前ハサミ。貼り付けに使うのも自作の前ハサミですが、藤崎さんの貼り付けに使われていたのはロープじゃありませんでしたか。そうだ、確かにロープだったぞ。ロープじゃない、ロープじゃない、電気スタンドのコードやった。おい戸上、あれはどこから持ってきたんだ。あんなロープに見覚えない。よっしゃ、いった。それは違う。グレイ、戸上くんは見覚えがあるはずだよ。藤崎さんの貼り付けに使われたあのロープ、あの延長コードね。わかりやすくコンセントの部分あるもんね。延長コードですと。実際戸上くんは図書室であの延長コードを使ってたよね。うんうん、めっちゃ足元にあるよ。しかもあの延長コードは事件後には図書室からなくなってたんだね。あの代わりに垂らされてるあのあれは何。延長コードを使っていた本人がそのことに気づかないはずがないよ。では延長コードを持ち出したのは戸上くんだ。それ以外には考えられまい。なるほど、そうか。では結論はこういうことか。俺は藤崎千尋を女子更衣室で殺した後、死体の貼り付けと血文字をでっち上げ、その犯行をジェノサイダーショーの仕業に見せかけた。そういうことでいいか。いや、殺したのは男子更衣室。まただ。戸上くんの妙に余裕ぶった態度、まるで他人事。え、他人事。どうした。それでいいのかと聞いているんだ。いいに決まってんだろ。これで決まりだ。戸上の野郎が犯人だ。まあ別に解決しようが解決しまいが、突き出してしまえば終わりなんよね。と思ったんやけど。男性の反対の反対だのだ。ゲームだのなんだの言っていた戸上くんなら、いかにもやりそうな犯行だ。あのさ、もうちょっとだけ待ってもらえる。え、もしかして犯人じゃないんかな。もう少し、もう少しだけ話し合ってみない。あ、そんな必要あんのか。だって犯人はもう決まったべ。誰かをかばってるわけじゃないんやろ。かばいそうな性格じゃないもん。そうかもしれないけど。犯人であることには変わりないよね。やっぱりまだ引っかかるんだ。わかる。何が引っかかるんだ。俺が藤崎千尋を女子更衣室で殺し、その死体を偽装した。そうすることでこの犯行を頭のおかしい殺人鬼の仕業に見せかけた。それの何が引っかかるんだ。あれ、今のっておかしくないか。確かに死体はあの場所で見つかったけど、だからといって今の戸上くんみたいに言い切っていいのか。いや、そんなはずない。今の戸上くんの発言は明らかにおかしい。犯行現場やろ。これだ。戸上くんは藤崎さんを女子更衣室で殺したって言ったよね。でも本当にそうなのかな。現場が他の場所って可能性もあるんじゃないかな。戸上くんが犯人であることには変わりないんよね。他人事っていうのはなんか引っかかっとったけど。まったく、他人のことなのか。お前にはがっかりだ。何を言い出すかと思えば期待外れもいいところだな。自信満々すぎて本当に犯人かどうかちょっとこっちが自信なくなってくるんやけど。あいつは間違いなく女子更衣室で死んでいただろう。現場が他の場所でなどあるわけがない。だけど他の場所で殺された後に運ばれた可能性だってあるんじゃないのかな。うん、証拠品がそれを物語ってる。現場ごとだと。もうちょっと焦ってる。そこまで言うからには根拠があるんだろうな。ちょっと焦りが見えてきた。うん、あるつもりだけど。あれ、戸上くんって今動揺してた。今までずっと強気だった戸上くんが殺害現場の話になった途端に。もしかして戸上くんは気づいてないのかも。殺害現場が他の場所って可能性。気づいてない。え、どういうこと。え、